やむなし。2月28日の一期当選コラボ後半で登場したあなたの紹介。計略は、指揮後で武力プラス加速度調整に加えて、自身の分の破棄、高音ゲージが溜まりやすくなる計略。このカードの特筆すべきはスペック、価値の先陣2個持ちです。前半戦は、2.5 コスでも高スペックになる武力9、知力4、気合持ち。終盤でも、武力7、気合持ちと2コスとして、十分であまりにも高い戦闘能力が持ち味。今まで、2コス武力9は知力1だったりデメリット特技持ちだったりしたけど、今回は、なんと特に気合まで持っていて、前半50カウントとはいえ、計略を使わずして、圧倒的な強さを誇示できる、かつてない性能の1枚。勢力プロには無理がいるから、このロフト無理も入れるだけで、他を、調整する力低めの計略重視のカードにしても、悪兵がこなせるようになるのは革命的。その分計略の効果時間は短めやけど、正直強化戦法やったとしても、強いカードや市場でき。もう、心残りはない。なんとかなるって。調整が何か。自分の進むべき道は心で決めなさい。もう心残りはない。これでみんな元気になっちゃうよね。流派発動。見ろ肩。流派発動。三の肩。前期。戦機開放。行かせてもらうわ。調整が何か。しまったか。気に食わん。私は呂布という名の定めに逆らうわ。マジでやれ。
ってたの？流派発動二の型前進せよ。私は呂布という名の定めに逆らうわ。喧嘩の基本は拳。もう心残りはない。今回は3試合やるよ。隠している壁を。俺たちはずっとそうしてきたんだ。少しは役に立ったかな、俺。次はいい返事を期待しているよ。くらっけ。もっと前出なくていいのか。少しは役に立ったかな、俺。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を叩け。戦場を真紅に染めてやろう。前進せよ。火の如く、火の如く。もう心残りはない。全身火の如く。くらいつけ、くらいつけ。二手に分かれて逃げよう。火の如く。流派発動三の型。流派発動
ミノカタ。次はいい返事を期待しているよ。くらいつけ。ミノカタ。これは俺の力。兵を御せぬか。もっと前出なくていいのか。前期解放。小生が何か。生き残りたくば、ちびとになれ。少しは役に立ったかな、俺。火のごとく撃て。火のごとく前進せよ。戦人よ、攻めを立て、牙を向き、攻めかかれ。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を戦え。はっ。もっと前出なくていいのか。食らいつけ。これは俺の力。次はいい返事を期待しているよ。兵を御せぬか。一の方。戦場を真紅に染めてやろう。食らいつけ。自分の進むべき道は心で決めなさい。もう心残りはない。二手に分かれて逃げよう。食らいつけ。火のごとく。私は呂布という名の定めに逆らうわ。期待しているよ。迅速攻略だから終盤の急ガシの木にはもってこいの性能。最後に光を一発取りたい時にも使えそうやね。戦場を真紅に染めてやろう。身のごとく。調整が身のごとく。少しは役に立ったかな俺。生き残りたくもちびとになれ。今回はもう一試合やるよ。2から3試合目は計略も使いつつ、序盤に数値の強さが出た試合を選出。
またやむなし。行きます。まあ、相手赤き星か。行きます。行ってて、スプーンスパイ。もう心残りはない。行きます。調整が何か。できます。リオ、今陣なる獣が天地をかける。また胸を朝倉陽にかけたくてエルヴィンを離そうとしてガバガタ放映かなしとるね。出てきます。レオ、行きますよ、ヨウさん。もう心残り。リュウハ、発動。見ろ、肩。赤き星か。調整が何か。言ってて、スプーンスパイ。乱世に示す我が覚悟、その身に刻め。行きます。こいつ強い。ごめんね、守れなかった。行きます。まあですよ。自分の進むべき道は心で決めなさい。もう心残りはない。なんとかなるって。まあですよ。貴様、言っててスプーンスパイ。この機を逃すな。まあです。
調整が何か。行かせてもらうわ。行きます。赤き星か。心臓を捧げよ。私は呂布という名の定めに逆らうわ。さあ存分に戦ってください。兵士を叫べ。兵士を戦え。前進するぞ。間合いですよ。生徒学園2年趙雲紫龍がお相手いたします。前期解放。まあ、変身するまあ、ですよ。ご視聴ありがとうございました。